岩ひばりは、スズメモク岩ひばりイワひばり族に分類される、鳥類の一種である。アゼルバイジャン、アフガニスタン、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、クロアチア、スイス、ジョージア、スペイン、スロバキア、 スロベニア、セルビア、韓国、タジキスタン、チェコ、中国、チュニジア、北朝鮮、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、日本、ネパール、パキスタン、ハンガリー、ブータン、フランス、ブルガリア、ボースニア・ヘルツェゴベナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア共和国、ミャンマー、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ルーマニア、 ロシア東沖には南下したり、標高の低い場所へ移動する。日本では北海道と本州中部以北に足岩ひばりが周年生息する。繁殖地では岩場や残雪、草地などを歩き回る。樹木に止まることはあまりない。全長18センチメートル。体重32から46グラム。上半身の羽毛は灰色。陰頭部には白い斑点が入る。 下半身の羽毛は赤葛色。翼の羽毛は黒褐色で、右腹の先端部の羽毛が白く、静止時には白い二体の縞模様に見える。子誘動色である。七種に分類される。鉱山体。 高木玄海より標高の高いハイマツ林や岩場に生息する。非繁殖期には将軍を形成することが多い。植生は雑食で、カキは昆虫類や節足動物、陶器は種子等を食べる。繁殖形態は卵性で岩の隙間に枯れ草や苔等を組み合わせたお安定の巣を作り、日本では6の7月に1回に3から4個の卵を産む。 繁殖期になるとオスとメスそれぞれ数話からなる小規模な群れを形成し群れの中で複数の異性と交尾を行う。鳥類には珍しくメスが求愛行動を行う。雌雄とも放卵を行い放卵期間は15日程。ひなは約16日で巣立ちする。繁殖期にはオスはちょちょっちりりりと繰り返しながら岩角でさえずり時折さえずり飛翔を行う。 警戒心が低いのか人の近くにも寄ってくる。また山小屋から出る残飯を食べることもある。ありがとうございます。